Hi everybody, how's it going? I'd love to thank everyone for supporting us. It's a good day today and all the coffee bars are doing well. Now I'd love to begin the coffee bars in the city lecture 2. Let's get started.野生のカピバラは朝晩に食事をするなど活発に活動することが多いです。環境によっては、例えばたくさんの天敵がいる場所や市街地などでは夜間に食事をしているケースもあります。ところが私たちが最も活動的になれる日中の日差しの強い時間帯は、カピバラはやぶや茂み、大木の下、水中などに隠れてしまいます。プロの動物写真家として知られている岩合光明さん、渡辺勝人さんの写真から日の傾いた時間に活動するカピバラの様子や日中樹木の下で強い日差しを避ける野生のカピバラの様子をご覧になることができます。またカピバラは体中に泥を塗って日中の強い紫外線、有害紫外線、UVB の影響から逃れる術も有しています。カピバラの色が地域により異なる理由は、カピバラがその地域特有の色の泥を身にまとっているからなのです。詳細につきましては、また別の講義でご説明いたします。では、有害紫外線 UVB とは、今からご説明いたします。紫外線は波長の長さにより、主に3つに分類されます。波長の長い順に UVA、UVB、そして UVC です。波長が短い UVC は非常に強いエネルギーを持ち、生物の生命を脅かすほどの大きな悪影響を与えますが、オゾン層に大部分が吸収され、地表に届くことはほとんどありません。UVC より波長の長い UVB は、UVC ほど大きな殺傷力はありませんが、皮膚がんやこれからお話しするカピバラの白髪化、白髪化の原因になるなど、動物や人間の健康を阻害します。ところが UVB は、大気を構成する分子や大気中の水分、そして地表近くでは人間の社会活動により生まれた空気中を漂う PM2.5 などの微細な固体粒子が遮ることにより、特に太陽光が地表を長く通り抜ける、すなわち日が傾いた朝夕の時間帯は地表に届きにくくなっています。UVB の照射量は日中に比べると季節変化や時間帯を考慮しても朝夕では 10% 程度まで落ち込みます。しかしながら健全な骨格形成のためにはより安全な紫外線 UVA が必要になるため、カピバラは本能的に安全に UVA を体に浴びることができる朝日や夕日を求めて活動しているのです。陸上動物の場合は豊富な体毛や人間の場合では衣服で日中の UVB の悪影響を軽減することができるのですが、カピバラの場合は半水生動物のために体毛が陸上動物と比べると極端に少なく肌が露出しているためこのような行動パターンを取る必要があるのです。ところが屋外飼育管理下では
カピバラをお客さんに見せる必要があるため、カピバラたちは日中の有害紫外線から逃れることのできないように設計された施設で生活しなければならず、そのためカピバラたちは UVB の影響を強く受け、メラノサイトの細胞がダメージを受け、その結果正常な色素形成が行われずに体毛が白髪化、白髪化してしまうのです。さらに怖いのは、その後皮膚に受傷した際や皮膚にダニが寄生した場合に組織の回復に時間を要すようになり、カピバラの体力がその間低下するケースも多々見受けられます。私は SNS 上で回っている白髪カピを見るたびに本当に心が痛み、そのカピバラの気持ちを思うと涙が止まりません。また白髪カピが本来のカピバラの体色だと思われている方が多いことに憂いております。中にはかわいそうな、身も心もボロボロになりながらもなお食べ物をねだるかわいそうな状態のカピバラをかわいいとさえ言っている方が少なくないことに悲しさでいっぱいです。おそらく欧米の方々はカピバラの目を見ればそのカピバラが慈愛の中で生きているのかそうでないのかを理解することができるのですが、残念ながら日本の方はそうでない方、すなわち動物の表情から動物が幸せなのか否かを読み取ることが苦手な方が多いように思います。白髪カピがどうして屋外施設に存在するのか、どうして白髪化をしてしまうとかわいそうなのかをさらに多くの皆様にご理解いただき、優しい目でカピバラを見守っていただけるようになれば、日本中の世界中の飼育管理官にあるカピバラが幸せになることと信じております。カピバラを飼育するために最も重要視しなければならないことは、知性豊かなカピバラとの適切なコミュニケーションを取ることと同様に、今説明してきましたように紫外線をいかにコントロールするかなのです。いかに十分な UVA をカピバラに与えて UVB の悪影響を排除するかの飼育方法、設計、施設設計が必要です。例えば屋外飼育の場合は、日中の日差しが強い時はカピバラが入り込めるやぶや茂みを設けてあげてください。当然来客者来園者はカピバラを見ることは困難かもしれませんが、あなたはカピバラの幸せが一番大切だと思いませんか？それともあなたはカピバラを見ることさえできればカピバラの幸せを考えなくても良いのでしょうか？カピバラが幸せに育成するためには大きな経費がかかります。私たちカピバランドでは1頭あたり月に30万円近くをかけてカピバラの幸せを第一に考えた飼育をしています。皆さんはカピバラの目に輝きを灯し続けることが一番大切なことだと思いませんか？かわいそうなカピバラを見ても何も感じずに自分の心さえ癒されればいい、それではいけないと思います。ご自身のこと以上にカピバラの幸せを考えてあげてください。かわいそうなカピバラたちを優しい温かい気持ちでどうか見守ってあげてください。カピバラズユニバーシティ第2項、白髪カピバラを助けよう。カピバラにとって一番大切なことをこれで終わらせていただきます。それでは皆さん、次回の講義をどうぞお楽しみに。ご視聴いただきどうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。カピバランドのシマリス大統領でした。